今音がしたぞ。これで蒙古と海賊がいがみ合う。海賊は二度と現れんだろう。北の海辺で杉と落ち合うか。杉の船がない。まさかまだ船に。
さらば過ぎ、心安らかに眠ってくれ。三平のところに戻り、司祭を伝えねば。焦るなよ。今落ちれば死ぬ。鎧といえど心の内までは守れはせん。どの曲にすれば心安らぐ。質素な調べでなくとも良いと学んだが、母上は床に伏せる前、よく一人で鹿を見ていた。かまってもらおうと寄りかかると、父上からお叱りを受けた。母上は、俺の方に触れてこう言った。安らぎは忍び寄ってくるものではない。その真意は何であったのか。今のうちに狩りをしておくか。何があるか。杉野文だ。皆を守るためには私が失せるほかない。この心持ち、あんたは分かってくれるだろう。追われる身で亡くなる日がいつか来るとよい。生きておったか。死ぬな、杉。生き延びるのだ。
これで覆いは作れそうだ。まあしばらくはそれで我慢だ。これを使え。少し余ってしまってな。何度もありがとう。本来ならあなたを頼らず一人でやらなきゃいけないのに。もとより家を燃やした猛虎が悪いのだ。畑仕事をしてたから何も持ち出せなかった。だけどやり直すしかない。今度はあなたに見つからずに材料を集めてみる。戦えるわけない。刀すらないんだ。だからといって命の恩人を見殺しにはできないだろう。侍だ。あんたの飯はないよ。悪いな。元よりもらう気はない。大高族に襲われたようだな。皆無事か。道春様のおかげでね。野営の世話をしてくれた。だが俺たちを守るため猛虎に連れてかれちまった。どこへ行った。わからねえ。探してるところだ。手を貸そう。己を投げ捨てられる稀有な男だ。小仏なら何か知ってるはずだ。夫が衆を率いてる。道春を探しておる衆はどちらへ行った。さてね、私の知ったことじゃないよ。民のため猛虎に従ったのだぞ。頼んじゃないさ。あの人がいなけりゃこれからは飯はなしってことだ。他へ移ろうかね。こりゃ驚いた。侍を見たのは15年ぶりかね。最後に見たのは坂井家のものか。そう、あの襲来以来奪えるものは残っちゃないよ。猛虎のせいでね。道春という御坊を助けたい。そうなの。今夫らが探し回ってる。猛虎を追って橋の方へついといで。お主は残れ。荷が重いだろう。手伝いたい。道春様には世話になってんだ。こっち。お前が俺を責める。さっきは疑っちまったね。すまなかった。たくさん失ってさ。その腕も戦で。幼子にとっては甚だ辛い傷だったであろうな。馬屋に侍が逃げ込んでね、飯をやったんだ。父に見つかって腕を切られた。敵を施した腕だってさ。むごいな。重すぎる罰だ。父は正しかった。次の夜侍が戻って皆を殺し回ったから。それからは道春様が親代わり。こうして生きてるのはあの方のおかげなの。あれは何だ。人が切られておる。まさか。待て、俺が見る。心地が悪い。深く息を吸え。初老の男だ。六郎、野営の新参、夫と一緒だった。
ワコードだ。顎に傷がある。カネジだね。妻も子もいるのに、夫は逃げたのかね。すぐに猛虎を見つけねば。米だ。お主の野営のものだな。そうだね。残らず奪われちまった。後をたどろう。こやつに正体を知られたくないの。身を切られ村を焼かれたのだ。己の父の慢心がゆえに。さっきの私の問いにまだ答えてないよ。夫は逃げたの。今は黙って走れ。そうだね。でも足と腰が。我慢しなきゃ。道春様のためだ。それに夫のことも放っておけない。見つけ出そう。私が夫婦になるなんて思いもしなかった。東郷といると何でも叶った。それなのに。静かになるまでここで待て。撃ってこい。エルデーアシグラッチサモライ。モーコ、浜におるぞ。様子を探ろう。そうだ、道春様。縛られておるな。じきに切られる。ああ、東郷、怪我してる。わからん。我らが気づかれれば殺される。どちらもは救えぬぞ。夫が死ねばこやつの心は潰れ、坊主が死ねばこやつの望みはついえる。頼むよ、二人を助けて。両方は助けられん。近づけば猛虎に見つかる。そうなればどちらかなんて選べない。やれることはしよう。
助けられましたな。お侍、あのワコードは無事でしょうか。救うことはできなかった。無念でしょうな。あんたは地獄に落ちろ。小仏、腹に子がいるってのに。まことか。15年前と同じだ。あたしらの命なんて取るに足らないんだろう。選ぶほかなかったのだ。仇は必ず取ってやる。いつか許されるでしょう。あなたの咎ではない。愛らしいな。天蔵のような男は初めてだ。奴は武士を憎みながら俺を見殺しにすることもなく命を救った。
かなわず。人は怒りでは強くなれんぞ。心弱く脆いの。その太刀も生蔵だ。全て幻。惑わされるな。危うく死ぬところだったよ。命の恩人だよ。行け、達者でな。過ぎた。ふぬけばかりか。
Thank you.
母上曰くこの曲は座して吹いてはならぬとか、体を動かせと聞いたな。猿のように。なかなかだ。母上を真似て笛を左右に揺らせば会得できると教わったな。そういえばよく笑いながら吹いたな。猿が好むほど貴重な鞘とはな。欲しいのか、または笛を聞きたいか。かたじけない。お前に代わって役に立てよう。
すまねえ。ゆうべひどく寒くて、だから竹を燃やしちまった。案ずるな。暖を取れたのだな。竹を持ってるなら台に備えてくれて構わねえ。先祖Alek Bolchich! Here ya, Jingo!
진하라고. なんで空を見つめてるんだ。大雨を降らせて猛虎を流してくださいって祈ってんだ。うわごと吐いてる場合か。身を守りたいなら鍛錬しろ。一番の守りは猛虎殿に近寄らないこと。猿が互いを呼んでる。俺が助けた猿か。猿は遊びを好む。母上曰く遊びを入れるのが得得への早道だとか。試してみるか。夢の中で呼びかけられた。姿は見えなかった。
初めての即興は笑われたが、最後の時は目を閉じ聞き入ってくれた。頬に日が差した穏やかなお顔、病の姿ではなくあの顔をいつも思い出す。頭の罰を受けてたぞ。悪さをしたからな。それが起きてた。目の奥を刺されたみたいだ。気をつけろ。死者への手向けは持ってきたか。この石碑は誰を祀ったものだ。息の言うあるものさ。幾とせも前、対馬の鬼の化身長尾忠頼に殺されたものらだ。鬼だと？違う。忠頼公は浅間浦をお守りなされた。海賊から。寝言は寝てから言いやがれ。よくも島の勇士を恥ずかしめたな。悪心はなかった。ここに眠る死者を恥ずかしめることだけはするなよ。
して魂を取り一番手は誰だ。何をされた？あいつらは化け物だ。死に近づけば魂が強くなると言ってた。あるいは樹脂になれると。正気じゃない。もう安全だ。落ち着け。
ふぬけばかりか。やっせん、できちょる早いのほうがすな。私を助けてどうしようってんだい。さあ、早く逃げよう。
避けろ風。風を失わずに済んでよかった。二度と死なせるものか。春たちて敵岩尾に砕かれし、流れも人も落つことはなし。この谷、父上の七から遠くない。足立殿、何やら不義を行ったでしょう。わしの勝ちだな。さあ、野営へ戻るとしよう。下道に負けた銭は返すなと教えられました。優れた者に負けるのは恥ではないとも教わったはずだが。次の勝負ではまず弓を改めます。ああよかろう。ただし銭を忘れるな。次の戦でようやくしまいだ。その後この汚れた島を立つ支度を始める。足立殿、父上と話してまいります。行ってこい。戦の後は志村殿の家来に任せればよい。父上、お話が。よし、ついてこい。何用だ。戦の後、息に残って
父上が治めるのですか？残らん。近江と戦場が我が家だ。お前はここを治めたいのか？以前はそのように望みましたが、今は戦場で生を感じます。堺の地だ。なぜです？管轄は志村殿が得手とすること。大風の来航のごとく、大山の雪崩のごとく、それが堺の強者だ。それが堺。かつてお前は弱く臆病だと思っていたが、同じ時を過ごして悟った。堺殿、ご無礼を。しかし早馬から知らせが。ああ、しばし待て。行かねば。支度を済ませろ。今日はわしに続け。お前を守る。俺と同じ時を過ごして父上は何を悟った？思案すれども知る由もなし。心にもやがあるようだ。あの最後の戦で父上は船を出した浜へ戻らねば。根津の番をしたな、亡き父上のため。その曲、美しいものでございます。なり合っておらん。父上を忍ぶ曲だ。失礼を妨げてしまいましたね。父君の荷ですが、いくつか見つからないのです。私が探す。しばしまで。承知いたしました。父上、続きは対馬で。これは母上が書いたもの。母上の声を思い譲るため。どのような声であっただろうか。大風の来航のごとく、大山の雪崩のごとく、これすなわち堺の強者なり、父上の遺言となってしまった。戦で折れたと叔父上から聞いたな。父上の力におののき、逆党は直ちに降参したとか。陣、ほどなくして出立だ。しかし足立殿、父上の荷が見つかっておりません。近くで海賊を見たという者がおります。さあついてまいれ。承知しました。
し下に無念であった。皆が悲嘆に暮れておる。痛み入ります。大海の民は弔いの手はずを整えておる。わしが陣を連れて参ろう。父君も。お助けすべきだった。さすれば陣も切られておっただけだ。お主が家督を継ぐのだ。じきに父君の鎧も継ぐことに。私はふさわしくない。足立殿、大勢の海賊が向かっていると早馬が。急ぎ出立すべきかと。しかしまだ荷を積み終えておりません。捨ておけ。人の命の方が大事だ。酒井殿のご下旨だ。行け。息での思い出から逃げてきたが、再び相対して父上の本心を知った。戦の後、酒井忠という鎧を脱いだ後は一人の男だった。常に何かを追い求め、いや己から逃げていたのか。あの日ついに立ち止まってくれたが、時すでに遅かった。景色見た覚えがある。この家は父上が申した海賊の隠れ家。ようやく思い出した。直ちにここから立ち去れ。そなたのことを覚えておる。そなたが来て以来この地は死んだままだぞ。果たしていかほどの菊草をその手で申し尽くしたのであろうな。答えてみよ。俺も知りたいほどだ。二度と息を傷つけはせぬ。ならばされ。さすれば菊草も不安なくよみがえろう。猛虎は人の命も草の葉も容赦なく刈り取る。この地を奴らに踏み荒らしはさせん。俺が守ってみせよう。そなたがあらずばよみがえるのだ。なれど言うとも聞くまじか。来い。
ミオ、奴らは森を潰し息を奪うための材木としておる。散らせ。その後そなたも失せよ。霧で中は見えんが声がする。二度と森を潰さんよう懲らしめねば。一番手は誰だ。エルテーヤシグランチヤはあ、姿を見せぬか。では聞け、こたびはこの地を守った。借りは返せただろうか。しるべなくさまようておるの。みそぎを求めるか。だが罪は償えぬぞ。腕試しと行くぞ。幾日も閉じ込められてたんだ。ああ、見惚れちまった。行け、達者でな。
て。ああ、終わりが見えない。お主、浜で会うとは驚いたな。実は家を建てるのに鉄までいるなんて知らなくて、こうして鉄を集めてる。壱岐ではここが一番だと思ってきたんだけど、船が羨ましい。なぜだ。ボロボロだけど元の形がわかるだろ。俺の家族の持ち物、トトの手ぬぐいもババの櫛も燃えたからさ、また一から作りたいんだ。家を、家族、まずはここから鉄を探さなくちゃ。どちらも手に入らない。少しは足しになるか。これは受け取れない。あなたが建てたことになる。遠慮するな。多くの家が燃えた。故にお主の力になれれば嬉しい。ではありがたくいただきます。家の場所は境砦の西にある草原。いつの日か招待する。約束だ。約束だ。
내게 멋져. 요 갔다. 내게 온다.
侍よ。とうに潰れておるではないか。我が案内がなくば、己が霊魂は地の底から抜け出せぬままだぞ。心弱く脆いの。その太刀も、生蔵だ。俺では我にはかなわん。お前か。弓は扱えるようだな。Perdi um tio, Hassan. Sonari, Sam, Pitman!待たせてしまったな。私のことはいいから、どうか島の北へ行っとくれ。カモメが舞う崖があるはずなんだ。そこに何がある？人が飛び降りて死んでるんだ。太田家族が猛虎にくだらないものを殺してるらしい。息子も捕まったんだよ。よし、分かった。
さような狼藉は許してはおけんな。母上が生きておればこの地をめでたかもな。最後の曲を奏でよう、母上のため。今はの気は、父上は鹿のそばに母上を運び、俺はこの曲を吹いた。風変わりな調べであったが、俺が作った曲、母上は目を開け微笑んだ。心の内を全て明かしたかったのだが、しなかった。聞こえたから、物言わずとも伝わると。あなたは本当に来てくれた。ああ、まだ名を聞いてなかった。俺は太郎だ。ジンでよい。これを一人で建てたのか。驚いたぞ。大行に聞こえるだろうけど、俺の自慢の家だ。手伝ってもらったけど、見て、天井の梁はあなたの材木だ。ここからじゃ見えないけど、川は茅の下、あの角はあなたのくれた鉄が支えてる。使わないよう心してたけど、観念したよ。一から何かを作ったって、これで言えるだろう。俺はこの家でいつか家族を作る楽しみができた。ありがとう。かつての俺は息の家が焼ける様を見ているほかなかった。この家は俺にとっても門出になる。
Negium Harsinta. これで逃げも隠れもできぬな。いたずらに殺すな。